これこれは、日本の男性ライバー、ユーチューバー、株式会社ライバー所属、5人組の配信ネイティブアイドル、これって恋ですかプロデューサー。本名は、青木春。愛称はコレタン、これたん、これさん、これさんなど1989年8月12日、広島県にて出生。名前の、春は、占いによって名付けられた。 勉強をしろとどなられる厳格な家庭で育ち、家に行っては勉強する、優等生で、夢は公務員だったという。小学生の頃、女子の友達が多いという理由からいじめを受け、不登校になる。環境を変えるために塾に通い、中学は私立の男子校を受験して入学、そのまま高校に進学した。16歳の頃、学年でトップの成績を取った。 ご褒美として、両親からパソコンを買い与えられ、配信の存在を知ると、そこから一気にのめり込んでいった。一方で、成績は、どんどん下がっていき、親からは、お前はパソコンに操られていると怒られたという。高校卒業後は、広島の大学に進学。20歳手前の頃、現実の辛さを味わえと親に家を追い出され、一人暮らしを始める。最初から、 配信一本で生きていくと決めていたわけではなく、大学卒業に際しては就職活動を行い、大阪の会社に内定していたが、地元の広島を離れなければならないこと、配信活動が軌道に乗りかけていたことから、就職ではなく配信活動を続けることを選択した。当初は収入がなかったが、26歳くらいから有料の生放送のコンテンツを始めたところ、 収入が得られるようになり、紙業資金を貯めて、東京に転居した。2005年、バーギコっぽい、オンラインで、初めて生放送をする。最初は視聴者が3人ほどしかいなかったが、ほぼ毎日配信を続けているうちに、サイトで一番の人気者になったという。しかしわずか2年で、アクセス禁止にされ、ネットラジーや、声部に移動。何度もアクセス禁止が続く中、 2009年7月3日にニコニコ生放送で配信を開始。配信スタイルは雑談や色いプズリ、逆突、喧嘩突、お絵描き、声真似など。お笑いコンビのナインティナインの影響を受け、放送内でこれこれのオールナイト日本というコーナーを設けていた。初めて1週間ほどで人気が出て、2ヶ月でコミュニティ登録者が1位になった。 2011年9月15日にコミュニティ人数が初の10万人に達する。それまで2万個へのコミュニティがあったが、すべて BAN されており、ツイキャスでも交流がある石川天行などとともに、活動中はニコ生の四眼と呼ばれていた。2012年4月28日、ニコニコ長会議に初出演。同年8月9日、 ニコニコ動画に投稿した動画が150万回以上再生された。現在はニコニコチャンネル、鏡の BAN 工場のみ配信を行っている。2013年12月12日、ツイキャスで初めて配信を行う。サポーター数も順調に伸びていき2016年8月に10万人を突破し、2018年2月17日には、 ツイキャス史上初のサポーター数20万人を突破した。そして2019年7月3日にサポーター数30万人を突破。2014年12月1日、YouTube チャンネルを開設。2016年夏頃から本格的に YouTube への動画投稿を始める。登録者数は2017年6月頃に10万人。2019年9月頃には100万人を突破した。 動画の内容は後日のタバコのポイ捨て注意など実写での企画、他サイトで行った生放送の切り抜き、YouTube ライブでの雑談性放送など多岐にわたる。2018年、クリエイター事務所のライバーに所属。2019年2月8日、突如 YouTube の動画を100本以上削除。これについて、約2年後となる2021年1月23日、 YouTube ライブでユムなどから動画を削除するよう圧力をかけられていたことを告白した。2019年1月に YouTube にチャンネルメンバーシップ制度が導入された際、システム上の問題で東海オンムアの有料メンバーシップ、会員限定動画が誰でも閲覧できるようになっていたため、これこれがこれを YouTube ライブで指摘したところ、東海オンムアのメンバーの一人、 虫眼鏡が逆上。虫眼鏡と圧力についての因果関係は定かではないが、この一件があった後、ユムから動画を削除するよう電話がかかってきたという。また、これこれの動画、生放送が、YouTube の急上昇ランキングに乗ることは、絶対になく、これこれはこれについても圧力だと主張している。2021年1月13日。 大量の虚偽通報が入ったことにより2010年から利用していたツイッターアカウントが凍結された。同月15日には解除され、虚偽通報したものや悪質なツイートは全て法的措置をとります。と警告を発表した。1月21日、ユーチューバーの渡辺真帆が昨年11月から未成年の女性に大使挨拶写真を送るよう要求していたことなどを YouTube ライブで暴露。これが決定だとなり、渡辺は同日にユムとの契約を打ち切られ、3月2日に YouTuber を引退した。渡辺は同年3月に警視庁に逮捕されている。2月25日、これこれの YouTube ライブをきっかけに、神奈川県藤沢市で発生した煽り運転の容疑者2人が逮捕された。 事件の発生は1月16日だったが、当初被害に遭った男性が、警察に向かったところを相手にしてもらえず、このことをこれこれの放送に通話で出演し、相談していた。この配信内で、容疑者2人の顔に、モザイク処理を施した上で、犯行の様子を記録した映像を公開すると、得だね。や、グッド、ラック、ニュースエブリー、など、 複数の報道メディアからこれこれに取材があり、この件がテレビで取り上げられると容疑者二人はその数日後に逮捕された。現在は坊主にしたことを公表し、本人らしき目撃情報も相次いでいる。配信スタイルや物言いなどが起因して多くの同業者から嫌悪感を持たれており、好き嫌いがはっきり分かれる配信者とされる。マスクで鼻だけを隠す。 美マスクがトレードマーク。しかし、最近では普通にマスクをつけていることが多い。マスクで顔を隠す理由については、鼻がコンプレックスで顔の全体を見せたくないと語っており、渋谷などではマスクを外そうとしてくる人がいるため、常に3枚は持ち歩いているという。実際、ヘズマリュにマスクを外された際には、マスクの下にさらに美テープを貼っておくという対策を、 とっており、その徹底ぶりが伺える。基本的に引きこもりで、YouTube 用の撮影を行う場合のみ外出する。夜8時に起きて、昼に寝るという昼夜逆転の生活を送っており、ツイキャスの配信は起きて、すぐ行っている。人生のコンセプトは、楽して生きていくだと語り、1日の睡眠時間は12時間をキープしているという。配信をしていない日は、漫画やアニメ、 映画を見て過ごすことが多い。一番好きなアニメは、コードギアス反逆のルルーシュで、配信でも、たびたび作中のルルーシュランペルージのセリフ、打っていいのは打たれる覚悟があるやつだけだ。を叫ぶ。昔はよく配信で、鈴宮春日の憂鬱のキョンの声真似をやっており、鈴宮春日の直感の発売に最終コメントも寄せている。ツイッターのプロフィール欄に書かれている言葉で、 これこれのキャッチフレーズ。これこれは仕事のやる気について目には見えないけど、僕の後ろには待ってくれているファンがいるわけじゃないですか。そう思うとあまりやる気がなくなるっていうことはないんですよと語り、この言葉を見ていつもよし、待っている人たちがいっぱいいるんだ。頑張ろう。と再確認しているという。小学生の頃はクラスの人気者だったが、 中学生くらいからコミュ障りになり、中学、高校と友達はいなかったという。大学に入ってからも友達は作らず、今も友達は安定のゼロ人。口術のプーとは撮影とは関係なく会う機会が増え、これが友達なのかなと語っていたが、2019年11月に発生したトラブルが原因で現在絶縁状態となっている。これこれは2018年から、 アイドルプロデューサーとしての活動も行っている。当初、アイドルに対するイメージが、ただ、可愛いだけ、だったため、ここに、面白さという要素が加わったらすごく良いグループを作れるんじゃないかなと思ったのが、プロデュース活動を始めたきっかけと語っている。また、テレビアニメ、ラブライブを見て、アイドルに惹かれたこともきっかけの一つで、女の子が頑張っている姿や全力で努力する人に、 魅力を感じるという。楽していきたいという夢はもう叶っているため、自分に対する今後の目標はなく、強いてあげるなら、アイドルを成功させることが今の目標と語っている。コレクト以前、プロデュースしていた女性アイドルグループ、2018年8月5日結成。2019年3月1日には、インターネット番組、これこれがテレ朝で、 アイドル P をやってみたらの配信も開始したが、同年8月26日をもって活動終了した。コレクトの活動期間中、彼女たちの活動に対する姿勢について、ネット初アイドルを売りにしているのに、ツイートとかあんまりしない。注意してもやらないなどと苦言を呈していた。これって恋ですか現在、プロデュースしている女性アイドルグループ。 上述のコレクトの活動終了に伴い、株式会社ライバーは、後継グループを立ち上げるため、2019年6月24日より、これこれがあるぞオーディションと題して、新メンバーを募集。8月31日に行われた、最終審査で5名のメンバーが選ばれ、コレクトから唯一残った恋春香日和と合わせて6人組の配信ネイティブアイドルとして結成された。 タバコポイ捨て撲滅シリーズの撮影地、渋谷八甲前広場東京都渋谷区の禁煙エリアで、タバコを吸っている人を注意し、喫煙所の中で吸うよう促す高齢企画。タバコポイ捨て撲滅シリーズと題して、たびたび行われている。中には千万再生を超える動画も存在し、これこれの YouTube 上での知名度を上げた代表的な企画と言える。 本人もこれこれを初めて見る人におすすめしたい動画シリーズだと述べている。相方として出演するイケメン神様プが注意を促した相手と喧嘩に発展することも多く過激な内容になることも多い。これこれはタバコを嫌っており、広島から上京してきた際、タバコがいっぱい道に落ちている渋谷の様子に驚き、なんで誰も掃除しないのなんで誰も注意しないのという思いから、 この企画を思いついたという。第3回の冒頭でこれこれたちが寝そべっていた、岸根公園これこれが銀玉の登場人物、坂田銀時に扮し、視聴者から寄せられた様々な依頼を解決する企画。志村新八役はプーが担当していたが、プーがこれこれと絶縁して、以降は渡辺が担当している。また、かぐら役の女性は、毎回別の人物に変わっている。 これこれが行う YouTube Live。生放送出身のこれこれの集客力は、他の YouTuber と一線を画し、2021年7月4日には、YouTube Live での自身最高となる、同時接続する26万人超を記録した。もともとは視聴者のお悩み相談が主だったが、いろいろな案が瞬時に集まり、面白いように解決していくため、有名人の暴露話がこれこれのもとに集まるよう、 なったという。多くの人が情報を寄せることについてこれこれ自身は、僕の視聴者には弁護士、医者、TV 関係者など様々な人間が集まっており、どんな悩みでもその話題に特化して、詳しい人がいるため解決につながることが多い。解決すると、これこれのところに行けば解決してもらえるらしいという、噂が広まり、また人が集まると分析している。 警察や弁護士ではなく、なぜこれこれに相談するのか、という意見も見られるが、2020年10月13日に、これこれの YouTube 闇ニュースに電話出演し、過去に、マネージャーから受けていたセクハラ被害を告発した歌手の、エライザは、皆さんに、本当の事実を伝えられただけで、私は、結構救われた部分があってと発言。これこれもこれに関して、皆に伝えることで救われる。 心の気持ちが軽くなる。だから、いろんな人間運野郎な、溜め込んでるものと述べている。なお、現在の同説記録26万人超はてこしゆうや、嵐、佐藤武夜遊び、きるコ,コなど。この後に、白石舞、東海オンエア、ストプリが続く。年末の恒例企画。視聴者からスカイプなどで直接通話を受け付け。 その年に一番嫌われている YouTuber を独自に決定する。2017年のみ3月と12月の2回行われたが、それ以降は年に1回、年末に開催されている。はじめ社長の3小疑惑を暴露した水にゃん、実際には亡くなっていない祖父を亡くなったことにした、桐崎英二、親友だった天智無と裁判沙汰にまで発展した金子、あやなど、 その年の YouTube における世相を伺い知ることができる。ありがとうございます。